ストーンズ森本慎太郎、平野紫耀からの誕生日祝福にクレームも、さすが親友ね。分かってるね。シクストーンズへの森本慎太郎が、22日放送のラジオ番組、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルに出演し、平野紫耀とのエピソードを明かしました。 7月15日が森本の誕生日であったにもかかわらず、メンバーからの誕生日祝福が少なかったことに対してクレームをつけたといいます。このエピソードを通じて、シクストーンズのメンバーたちの友情と緊密さが浮き彫りになった瞬間でもありました。森本慎太郎は、誕生日当日にもかかわらず誰からも祝われなかったことに不満を抱いていたようです。 同じグループのメンバーである田中紀からは、お昼過ぎに、あ、新太郎の誕生日じゃん、おめでとう、と言われるなど、一部のメンバーからは祝福されたようですが、他のメンバーからは雑な祝福しか受けなかったと嘆いています。さらに、親友である平野陽からも、誕生日が終わった10分後に祝われたとのことでしたが、 彼の場合は当日に祝おうとしていたことがわかる内容だったため、さすが親友ね。わかってるね。と感謝の気持ちもある一方、メンバーへの不満を口にしました。一方で、このエピソードをリスナーから知ったコーチユーレと京本大我も、自分たちの誕生日を森本が祝ってくれていないことにクレームを入れていたことが判明しました。 これに対して田中希は、あなたが他の人のことを言う権利はありませんよ。というマーを交えながらも友情を感じさせる言葉でスタジオを盛り上げていました。このエピソードを通じて、シクストーンズのメンバーたちの友情と絆が感じられる瞬間でした。彼らは個々の忙しいスケジュールの中でも、互いの誕生日を大切にし、気遣い合っていることが伺えます。 一見すると、些細な出来事かもしれませんが、ファンにとってはシクストーンズオというグループの結束を改めて実感させるエピソードとなったことでしょう。シクストーンズオを、これまでにもグループ内での絆を強化するための様々な企画やイベントを行ってきましたが、このような日常のエピソードが語られることで、ファンとの距離をさらに縮めることにつながると考えられます。 彼らの音楽活動だけでなく、メンバー同士の中の良さに共感するファンも多いことでしょう。また、これはシクストーンズドカーでなく、他のアイドルやアーティストのグループにも共通するテーマかもしれません。多忙なスケジュールの中で、メンバー同士がお互いを思いやる気持ちを忘れずにいることが、グループの成功にも大きな影響を与えると言えるでしょう。 ファンにとってアーティストたちが友情と信頼に満ちた関係性を築いている姿を見ることは彼らを支持し応援する上で重要な要素の一つとなっています。シクストーンズへのメンバーたちのこれからの活動に期待が高まります。彼らがますます成長しファンとの絆を深めながら新たな音楽やパフォーマンスで世界に向けて発信していく姿を見るのが楽しみです。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝してい